この時間は栃木のプロバスケットボールチーム宇都宮ブレックスの情報をお伝えするゴーゴーブレックスです。今日は背番号9番遠藤雄介選手が来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや今日も遠藤選手おしゃれでございますが、はい、まあね、やっぱりブレックスのおしゃれ番長といえば遠藤選手ですけれども、今日のファッションのこだわりどんなところですか？はい、こだわり、はい、なんていうんですかね、勇気を振り絞って、はい、なんかチェックのバケットハットかぶってみました勇気を振り絞って、はい、結構勇気が出ないとかぶれないハットなんですね。はい、なんかいつもかぶっては、はい、違うなっていう感じでしたけど、なんかね、オーバーサイズの T シャツにすごく合ってますね。可愛、はい、らしいファッションでね。あ、帽子何個くらい持ってるんですか？帽子は、はい、いやー、どのくらいですかね、50からで本当ですか？いや、なんかもうどこにもう何があるかわかんないですぐらい持ってます。こう SNS とか拝見してると、はい、その靴とかも集めてらっしゃいますよね。はい、靴で言うとどれぐらいあるんですか？で靴はでも3、40ぐらいじゃないかなと思います。その中で履かないやつとかもあったりするんですか？そうですね、全然見てもない箱からも開けてないような。開けてないのそういう靴はなんか買いたくて買ったんですか、それともなんか、そうですね、とりあえず抽選みたいな感じで。あ、でも買いたくて買ったんですけど、はい、なんかやっぱりヘビーローテーションするのに偏って全然なかなか履けない靴があるっすね。なるほど、気に入った靴はやっぱり履きがちに結局はなってっちゃうんですね。そうですね、履きやすいとか、はい、汚れてもいいやみたいなのがあるっすね。はい、あ、そうなんですね。まあ、今お話も出ましたけど、ネットでもよくこのお洋服だったりとか靴とかね買っている遠藤選手ですが、はい、先日そのインスタのストーリーズか何かに、はい、ゾゾタウンからレアなお届け物が来たみたいなことをアップされてたと思うんですけど、はい、あれ何が起きたかちょっと改めて教えていただけますか？いや、なんかゾゾタウンでなんか当たるっていうか、なんかその期間、うん、抽選期間みたいなのに商品を買って、はい、届けられた時になんか2000名限定でなんか黄色い箱で届いて、それが当たりみたいな、うん、でその買った時の商品がタダになって、ただポイント、そのポイントもつくみたいな。うわ、すごい、めっちゃね、レアな箱を僕の奥さんが当たりました、ね、僕じゃなくて、ちょっと一見最初は遠藤選手が当てた風に乗せて、僕じゃないんですけどみたいな感じでしたもんね。そうですね、はい、そうだったんだ。じゃあ結構な確率ですよね。そうですね、なんかその、はい、いつもね、もう顔見知り の、 その、はい、届けてくれる人がもう置き配にしてたんですけど、はい、わざわざピンポンしてくれて、うん、当たってますよっていうので、なんか、ね、届けてくれる人もテンション上がってます。そうですよね、はい、うわー、羨ましい。それはかなりレアな、ね、体験でしたね、はい、さあ、そして今日のメッセージテーマなんですが、はい、やっておいてよかったという内容でお送りしておりまして、はい、まあ、今日お子さんいらっしゃらないですけれども、はい、小さい頃とか若い頃にやっておいてよかったななんて、感じることとかあったら教えていただけますか？あ、僕はもう、うん、水泳ですね。もともと水泳やってたんですか？そうですね、はい、もう3歳から小学校6年生で辞めたんですけど、いや、やっててよかったですね。どういうところで生きてきますか、やっぱ水泳？いや、もう体力ですね、体力と、あとはなんか体の使い方とかっていうのは水泳です、めちゃくちゃ、そうですね、補われたというか、今にも生きてるなと思います。なんかその心肺能力なんていうんですか、呼吸とかね、なんか強くなりそうな感じありますけど、はい、結構体の全体やっぱ水泳で使うものなんですね。そうですね、全身運動なんで、まあ、めちゃくちゃきつかったんで、はい、そう、なんか選手コースみたいな、その大会とか出るような本格的なやつ、ね、はい、泳いでたんで、そうですね、体力は本当に、はい、なんていうんですかね、マラソン大会とかも負け知らずって感じでした。はい、すごい、はい、その長く泳ぐとすると最長でどれくらい泳げたんですか、当時？当時、いや、でもなんかその1日の練習で泳ぐ量が3キロから、はい、ちょっと待ってください3キロ、3、そうですね、2.5から3キロぐらい。
25メートルのプールって知らないですけど、何往復すれば3キロかな。いや、わかんないけど、だからその、3キロの中でいろんなメニューがあるみたいな感じですね。はい、うわ、すごいですね。それは体力つきますね。そうですね、はい、で、ついでにマラソンまでやっぱ強くなって、はい、やっぱり今このバスケットにも、じゃあその体力の基礎っていうのは生きてきてる感じしますよね。そうですね。体力には、まあもう自信ないですけど。いや、そんなことないですよ。若い時はめっちゃ自信あったっすね。うわぁ、すごい。まあ、これはやっておいてよかったことですね。はい、さあ、そして2人の男の子のパパでもある遠藤選手ですが、はい、今日はね、共演 NG でお子さんいらっしゃらないってさっき言ってましたけどでお子様たちに対してこれだけはやっておけとなんか言い聞かせてることとかあったら教えてもらえますか。なんすかね、うん、これね、考えたんですけど、なんだろうなって感じです。あんまりじゃあこう子供たち、お前はこれやっとけとか言うタイプのパパではないんですね。言わないですね。なんでも友達みたいな感覚で、なんで、そうですよね。早く寝ろぐらいですかね。あ、言うとしたらそれぐらいなんですね。はい、あ、いいパパですね。まあ、今そのお子さんたちも夏休みいよいよ入ると思いますけれども、はい、この後どっかお出かけの予定とかありますか？出かけたいんですけど、うん、その子供たちが夏休み入ったら僕がスタートって感じなんで。あ、そうか、もうそろそろ練習が、はい、なんで。ね、タイミング合わなかったっす、ね、今って言うとこの前とか3連休とかだったら少しお出かけとかできたんですか？でも上の子が、うん、あのバスケやってて試合とかなんで、はい、もう僕よりも今は忙しい状態なん で土日がそっちに取られてるって感じですね。はい、でもね、部活やってるお子さんのお家あるあるかもしれないです ね。 そうですね。下の子がかわいそうだなって感じなんですけど、まあしょうがないかなって、ね、でもまあ、はい、パパとね一緒に過ごせる時間がこうやってオフのシーズン増えただけでもきっとね喜んでくれてるんではないかなと思いますが、まあ、今そんな夏休みの話題も出たんですけど、はい、遠藤選手はその小学生の頃とか夏休みの宿題って早くできるタイプの子でしたか、はい、それともギリギリタイプでしたか？いや、もうね、いつもギリギリっていうか、ね、間に合ってたのかも覚えてないです、ね、もうちゃんとできたかどうかも、はい、なんならアウトかもしれないぐらいの、ね、はい、今お子さんたちはいかがですか？ちゃんとできてます？はもう、うん、奥さんがめっちゃなんていうんですかね、はい、僕はもう運動だけでやってきたんですけど、奥さんがそっち系だったんで、そうなんですか、なんか計画的にもうすげえなって感じ、毎日これをやってもうここに終わらせてみたいな、はい、いやかわいそうと思うけど、かわいそうでも後々楽なんですよね、きっとね、その方が、ね、だけど7月からもう宿題やってるタイプの感じなんですね。そうっすね、はい、わ、すごいな、私もとてもじゃないけどできなかったタイプなんでありますけどね、はい、さあ、そして旬な話題と言いますと、いよいよパリオリンピックが開幕となります。ブレックスから比江島選手が日本代表として選出されていますが、強化試合などご覧になりましたでしょうか？全部は見てないですけど、はい、まあ、最初飯島くんが出てるところだけちょっと見て交代したなと思ったら、うん、もう変えてそこから見てないです、ね、そうなんですね、はい、やっぱりあの比江島選手にどんな思いで見ていたんですか？いや、でも、ま、いや、最年長だし、はい、ね、やっぱチームで引っ張らなきゃいけない、うん、あの存在だと思うんで、まあ、そういうプレーで結構引っ張ってる感じがするなってちょっと見て思いました、ね、はい、まもなく始まるということなので、そちらもね、応援楽しんでいきたいですよね、はい、さあ、そしてあのブレックスとしては今はオフシーズンだと思います。先ほど練習がまもなくっていうお話もありましたけど、現在この時期で言うと遠藤選手個人的にはどんなトレーニングされてるんでしょうか？は、ウェイトトレーニングと、うん、あとはあの走ったり、あ、そうなんです、ロードワークとか、そうとか、なんか切り返しの練習とか、はい、バスケっていうよりはそうですね、体作りって感じですね、はい、基礎体力の方のトレーニングを始めているんですね、はい、実際にもう全く運動しない1日っていうのはあったんですか、この期間中に？は、終わって1週間ぐらい、はい、あ、そうだったんですね、はい、それ1週間か、そうですね、それから動かないと結構まあきつくなってきたんで、なるほど、はい、すごい、プロスポーツ選手、本当にじゃあもう休む間もなく一年中トレーニングされてるわけですね、はい、さあ、改めて昨シーズンとほとんど選手が変わらず新シーズンを迎えることができるブレックスですが、どうでしょう、チームとしてはいいスタートダッシュ切れそうですか？そうですね、まあ、昨シーズンから、いいチームワークを持ってやってたメンバーなんで、はい、まあ、あとは、まあ、監督、ヘッドコーチが変わりましたけど、まあ、なんで
新しいそのシステムとかを、まあでも、まあ、ケビンがやってくれるんで、まあ、うまく入れればいい感じでそのシーズンスタートできるんじゃないかなと思います、うん。そして遠藤選手個人としては持ち前のディフェンス力に加えてスリーポイントの成功率もリーグトップクラスの成績を昨シーズン残したと思います。今シーズンはどんな遠藤選手のプレーを見せてくれますか？そうですね、うん、まあ昨シーズンはスリーポイント 4位で終わっちゃったんで、まあ、もっと、まあ、いい順位を、はい、まあ、個人的には取れるように、まあ、あとはチームに貢献できればいいなと思います。ありがとうございます。そしてやっぱりこれもちょっと聞いておきたいなというのが、今ちょうど帽子で隠れちゃってるんですけど、はい、遠藤選手といえばシーズンごとに変わるヘアスタイル、はい、注目の一つだと思うんですけれども、2024-25シーズン、ネタバレしないけどなんか決まっていたらちょっとヒントを教えていただけたりしますか？いやないですけど、はい、なんか、うん、今なんか坊主伸びてるぐらいの感じなんですけど、まあなんかもうすることないな本当に今までいろんな髪型見てきましたけど、なんか参考にしてる、うん、なんか雑誌とか選手とかいたりするんですか？でもインスタで、はい、なんか NFL の選手とか、あ、そういう外国人のなんかスポーツ選手とか見ますけど、はい、まあ、あとはやっぱりもう残されてるのは韓国系。あ、見たい。絶対、皆さん絶対しないですけど、ひげも剃らないといけないし、あ、そうですよね、センター分けにしなきゃいけないからめっちゃ恥ずいですけど。いいじゃないですか。どうです今スタジオ前の皆さん、韓国ファッションの遠藤選手、誰も求めてないですよ。何にも反応がないですね、あれ求められてない。そう、それ担当じゃないんで、いやでもちょっと私は個人的には見てみたいですね。いやいや、もう35ですからね。いやもう見た目が全然若いですからね、いけますよ。ちょっとそんな、じゃあ、今シーズンの髪型にも注目していきたいなと思います、はい。さあそしてですね、ホーム開幕の日程も発表されたと思いますが、10月12日土曜日、13日日曜日、ブレックスアリーナ宇都宮で B1 に戻ってきたシガレイクスと対戦します。開幕節は5日土曜、6日日曜、アウェーで千葉ジェッツとの対戦が決まっています。千葉には日本代表の渡辺雄太選手も加入するなど大注目のカードになりますが、ぜひ意気込みを聞かせてください。そうですね、まあ、渡辺選手が NBA から戻ってきて、まあ、正直対戦なんてしたことない選手がほとんどだと思うんですけど、まあ、注目されてる選手、そしてチームと、まあ、しかも、まあ、昨シーズンチャンピオンシップで負けてるので、うん、まあ、そこはしっかり勝って、まあ、アウェイですけど勝ってホーム開幕戦に挑めればいいなと思います。はい、ありがとうございました。さあそれでは最後になりますが、番組をお聞きのリスナーさん、そしてファンの皆様へメッセージお願いします。はい、今はイベントとかこうやってラジオでしかお会いできないですけど、まあそういうイベントも皆さん足を運んでいただいて盛り上げてもらえればすごい嬉しいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日は背番号9番遠藤雄介選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。以上、ゴーゴーブレックスでした。ゴーブレックス。